When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am... せーの、こんばんは。やだやだ、ネイバーズクラブ。はい、始まりましたね。なんで見ましたか、私のこと今。なんかもう一回やり直しみたいな目だった今。違う、なんかさ、こんばんは。こうやってほら、カチカチ始めると、またこうやってやるの。もっと慣れた感じで話したいね。これさ、挨拶の前にいつもさ、いい話があるわけだよ。うちら今話してたじゃん、はい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 、いい前が、前イントロが軽く40分喋ってたね。嘘、40分話してない。軽く30分、あ、本当だ、9時。いや、30分ぐらいなんか、あーだこうだ、あーだこうだ言ってさ。だって私いつも家出てくるときに、何時間ぐらい、間ぐらいいるのって、あー、カップロバーバーズ絶対カップロバーバーズじゃん、そのな。1時、2時じゃん、帰るの、いつもね。ね、喋っちゃうね。そうだからレコードまでの喋るのを少なくした方がいいって絶対。でもさ、来た瞬間にマイクつけるっていうのちょっとやってみようよ。あ、なんかそれは一回考えたの。このドア開ける時から、ドア開ける時持ってないじゃんな。どうすんだろうな。それってあれ、あのさ、なんだっけ、あのセレブがやってるさ、あのあれじゃない、30クエスチョンとかやつ出たみたいな感じでドン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 Welcome! って言ってさWelcome to my home! ってやつでしょ。そう全然あのあんなチージーにできなっちゃう。あのあれがもう全然ブレブレだけどね。そしたらブレブレじゃん。そうだよ、質問してもなんかあーって言ってちょっと考えてあれすごい練習してそうだしね。あれどうやってんだろうね。ここに置いてんじゃない、カットしてないじゃん。あー多分ついてってるんだろうね、カンペがね、ずっとね。今日は何してたの。今日の仕事。あ、仕事行ってきた。あ、でもさ、うん、行ってきた。でもさ、違うの、この前のさ、週末にさ、マウイ行ってきたんよ。ね、行ってたよね、君。なんか軽く、なんか行くみたいな話を聞いてて、おお、そっかって言ってたけど、インスタグラムのストーリーで行きやがるって、本当に。で、つーがさ、すっごいラスト、前日ぐらいにチケット取ったのよ。あ、そうなの。うん、そんなラストメネツだった。うん、でさ、まあ、なんで行ったかっていうと、まあ、クレジットカードのポイントが溜まってて、うん、それがさ年末までに使わないとなくなっちゃうから使いに行こうってことで、そうでビッグアイランドとマウイどっちかにしようって考えてたんだけど、もうなんかさバタバタしててさ、ビッグアイランドってでかいじゃんなんせ、はいはいはい、でさほらアクティビティメインになるじゃんね、うん、山登ったりとかさ、そうね、なんかやることがいっぱいありすぎて、この日数じゃどうせ足んないから、いいよ。え、何日行ってたんだっけ。2日間ぐらい、中2日ぐらいかな。あ、そっか、それじゃ足りないかもね。そう、ビッグアイランドじゃね、うん、そうだからそれでマウイ行ってよかったよ。マウイなんかおっとりしてるっていうか、ホテルに行って、ホテルにずっといた。ホテル行って、あ、でもね、言ってもね、いろいろやったの。なんか山登ったりとかさ、車でガーってすっげえ寒いところに。ジェラシー行こう、だから。ジャラス。今度行こう。行きたい。ボリちゃんに全部任せて。行きたいやろさ。もうちょっとね、私いつも思ってる。もうちょっと我慢って思ってる。え、それでさ、マウイってさ、なんか何、その山登りとかしてさ、あと何してたん。あとなんか美味しいご飯食べに行ったりとか。そうあとジェットスキーなんかさ、じゃ、あの、なんて、旅行者的なこと、白人の人がすっごい多くて、マウイってそうだよね、うん、アジア人がめちゃくちゃ少ないの、うんうん、変だった、なんかすっごい変だった、雰囲気変だった。でさ、なんかさ、ファーマーズマーケット行ったわけ、たまたま行けて、行ったらさ、もうなんか全員ヒッピーみたいなの、もうなんか、あ、本当、もう裸足で、うん、もうなんかホームレスみたいな T シャツとか着てる若いお兄ちゃんとかがこう野菜を買いに来てとか、ヒッピーの島や、もう山奥から出てきた感じなんかもう本当に、そうで、なんかジェットスキーをさ、私今までやったことなくて、ジェットスキーか、ジェットスキー、うん、なんか行ってさ、そういうちょっとさ、こうなんかヒッピーみたいな、こうやる気がないようなお兄ちゃんが、おいみたいな、おいみたいな、1日3時間働いてるって、そう、どっか行きたいな、はい、あ、でも一切楽しまれてる気なんてないよね君たちみたいな。でさ、なんかさ、こう船でビーチから、こう船っていうか、こう何、ジェット船みたいなやつ、はい、うん、でこういかだみたいなのがこう海の真ん中にボンってあって、そこがこう、うん、なんて言うんだろう、そうだよね。そうじゃん。なんかそう、あれです、そのジェットスキー走らせても安全な、ちょっと岩から離れたようなところ。そう。ちょっと離れたところまで、まずボートで行っ
って、はい、うん、でその上でこうなんていうのウェイバー、あ、ウェイバー、あ、なんだっけ、こうサインしたりとか、うんうんうん、説明聞いたりとかするんだけど、うん、でもすんげえスピードで、もうなんかそのボート自体がもうこれがアトラクションみたいになっててボインボインして、もうなんかって吹っ飛ぶ吹っ飛ぶ。でもそれもお兄さんさ、もう一日多分もう何億もしてるからさ、もうどうでもいい、もうなんか無なんだ、無なんだ、後ろで無みたいになっててあて、なんか私もどうやってリアクションしたらいいのか、はっ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 でさ、イカダつくじゃん。でさ、イカダついたらカウンターのところになんかお兄ちゃんが2人ぐらい座ってんの、もう YouTube 見てんの、もう。こうやってずっと YouTube 見てんの、お兄ちゃん。でさ、なんかさ、えぇーみたいな、えぇーって言うのがもう YouTube 見てんのよ。でさ、はい、はい、これね、これあの、ほら、あの、契約書、誓約書みたいな、うん。これね、はい、はい、まず、ジェットスキー、うん、is dangerous。はい、サインみたいな。もうなんか、本当に大丈夫ですか、これみたいな。本当にマジでそう言ったの、言ったの、まずジェットスキーステンジラスハイサイみたいな、もうなんか、もう俺たち一切責任取んないからね、分かってるよねって言いながらこう YouTube 見始めるって、またもうどうでもいい、一言に全部入ってんだけどねもう本当にどうでもいいんだよね。なんか、君たちどっから来たのって言われて、なんか、オアフって言って、ウー、ロングトリップって言うのが、また YouTube 見てんの、もうどうでもいいんなら聞くなや、みたいな。でさ、サインとか終えて、なんかこう、はい、はい、あそこに浮き、浮き見えるね、浮き。あの浮きから、あの浮き。もう全然見えないの、浮きなんて、もう、どの浮きですかみたいな。見えるよね、見える見える、あそこの浮き。あとあそこ、浮き。この間、この三角繋いだところの間。もうそれ以上行っちゃう、行くなと、ここね、でまた家に戻るわけよそいつが。でさ、なんか OK って言って、今度違うお兄さんのところに私たちがパスされて、はい、でこうこのあのなんていうのライフジャケットつけて、はい、でこうやり方教えてくれるの今度、はい、はい、ここボタン、うん、これ離す、止まる、うん、行ってらっしゃいおーいみたいな本当に行ってる。でなんか、まあ、私さ初めての運転だったからさ、あの二人乗りのやつでね、私前に乗って、前に乗ったの、OK、うん、なんかもうなんか、ウェーン、ウェーンみたいな、長押ししろよって言われて、そのスイッチをオンにするのに、長押しって言われて、あーごめんみたいな、もうでさ帰ってきてももう全然もうなんかずーっと YouTube 見てるし、お兄ちゃん。なんか、はい、どうだったって言って、なんか、はい、オッケー、よかったよかった、みたいな、はい、take your time, get ready, let's go, みたいな、もうなんかもうさ、ほんと一切楽しませる気ないね、こいつら、みたいなさ、びっくりだよ、あれ。あー、面白い。あんな日本で営業できないね、ほんとにね。私もさ、旦那とさ、子供が生まれる前とか、全然ない。うん、結婚した後だったか前だったか、まあ、一回グアムに旅行に行ったわけよ。うんうんうん、で、その時ジェットスキーしたの、うん、私もその時初めてだったんだけどさ、うんうん、初めさジェットスキーだなんてもうやばいじゃんって感じで、キキちゃんか、で、うちの旦那がもちろん運転するってなったわけ、うん、私後ろでこうやってやるじゃん、うんうんうん、したらさ、要はさ、その君たちはさ、ちょっとボートに乗ってちょっと遠いところまで行ったかもしれないけど、うんうん、私たちはね、ほんとちょっと手前だったわけ、うん、でもまだ全然ゴツゴツしてんだよ、怖見える感じ、ゴツゴツが、怖、ね、もう怖いじゃん。でだからそれで多分うちの旦那が運転して私が後ろにこうやってなってんだけど、うん、バイク乗ってみたいな感じなのか、うん、トト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 めっちゃ遅いの、スピード出ないの、スピード出してないので、だんだん私がイライラしてきて、うん、お前何やってんだよって言ったわけでしたらノーとか言って、なんかそこがゴツゴツしてぶつかりそうだから怖くってとか言って、そんなとこついてこないよどけとか言って私乗れとか言ってぶっ飛ばして何周まで、ぶっ飛ばし、暴れ馬じゃねえか、後ろでこんなになってさ、ぶっ飛ばして何周もして、もう最後の最後まで何周も私がずっとずもう立ったよね、立ちま、怖い怖い、そうジェ
ットスキーこうやってやんだよって終わった見せてやったんだ俺のジェットスキーをそうあいつそういうとこあるんだよねやってみたいって言ってああじゃあ やりたいって言うぐらいだからかっこいいとこ見せてくれなかったちょっとビビっちゃうねじゃんスキーもさ出た一生忘れないあのスキーカメラ見んなよ一生忘れない一生忘れないわけ皆さんあのねスキー付き合ってる時だそれもスキーに行きたいって言い出したっけだからあスキーに行きたいなんて言うぐらいだからめっちゃうまいんだろうって思ったわけよねスノボじゃなくてスキーだしさ分かる若い人だったらスノボって言うじゃん、うん、そうだね、まあ、スキーって言うぐらいならまあなんかそういうクラシックのねそう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 スキーライダーなわけねあなたみたいなあの人なんて二十歳ぐらいで私21とかめっちゃ若いよ、うん、だからああ多分スノボとかめっちゃ考え昔やってたのかなみたいな、うん、であのはいスキー場行きましたね私さ新潟出身でさ雪国だからさスキーめっちゃ得意なのよ、うんみたいな感じなの膝使ってやるでしょちゃんとねこうやってね立ちのこういう突っ張っちゃうやつじゃないんでしょそうそうパラレルやこういう感じなわけでそれでさとりあえずさあの上にゴンベラダーって言ってゴンベラで結構高いとこまで、ね、結構高いとこまで行ったらもうじゃあ行くよねって言った瞬間うちの旦那もうハの字でさもうはこういう感じなわけこういうあのでっけえあいつがプルプルでそのまま一番下まで行ったからねあいつドゥッ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 ってなっちゃうでしょ。ちょっと待って。信じられなかったあれは。なんで好きやろうと思ったんだろうね。いっちょちょっとこいつに見せてやるか。なんか言ったの。なんでやりたかったのって言ったら、うん、やってみたかったのっていうだけ。ただの好奇心だよ。やってみたかったんだっていうだけ。面白いね。そう。ポリさん。なんかさ。今日のテーマがさ、普通にさ、なんかそういう感じの初体験、なんかそういうアトラクション初体験みたいな感じになっちゃってんじゃん。なっちゃってんじゃんね。それはそれで色々あんだけどな。ちょっと一回思い出さないともったいないかもしれない。色々あるんで、そういうの、ね。そう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 、うちもいっぱいある。じゃあ。全然、それはもうお笑いになっちゃうね。はい。そうなんですよ。でもね、今日はね、違うテーマがあるんだよね。そう。今日は、なんか掃除に関することは、家のね、家事じゃん。じゃあ、そうでも下手だな。今日のテーマ。違う、今さ、じゃまたこの前こうやってコメントこうやって見てたわけ、こうやって。こうやってコメント見てたわけ。カホさん、ここね、初心者の割に話の仕方がうまいですねっていうのが今ここに浮かんじゃって動揺しちゃった、今。動揺しちゃった。めっちゃ見てるじゃん。こうやって、こうやって見てる、こうやって見てる。私はさ、あのコメントが入るためにさあのお知らせが来るからさあそうノーティフィケーション来るんだそうそうあとこう YouTube 開いた瞬間にこうほら分かるああのね何件かあります、ね、で分かるじゃんなんかそう見たけどいいよ全然いい感じだよ全然いい感じにソファーソーグッド褒めて育つ褒めて育つ形式そう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 だ今日のテーマなんだ今日のテーマはですね掃除についてだから言ったじゃんもう言っちゃったじゃん私が着地微妙なところでこうやってワンワンってめっちゃ着地していかってから私が頭でキュッて閉めたんですよありがとうそう掃除についてなんです皆さんこのテーマでエリアを見かけたという感じという感じなのこの前のまたバックグラウンドミュージックつけなきゃいけないポンポンポンもうやだなんで掃除について選んだかっていうとね、カホちゃんは潔癖なんだよね。でもさ、まず皆さんに言っておきたいのは、うん、あのこだわり派の潔癖なわけ。こだわり派の潔癖。あのそう。なんで私が彼女潔癖だってあの分かったか お話しましょう。ある日ですね、私の誕生日が近づいてきてまして。で彼女の誕生日の時は私はディナーに連れてったのねで私の誕生日が来て近づいてきてるってなってで私の誕生日だから旦那にすごい言いやすい友達とちょっとランチ行きたいんだけど行ってもいいとかすごい言いやすかったから何でもできると思ってカオちゃんにね赤すり行かないみたいな韓国の赤すり行かないホノルルにあるらしいんだよとかつって言ったらなんか、ね、つかみが悪くってすごいなんかちょっと濁したね最初ね反応が悪くてあれと思って好きそうなのになと思ったので、そしたら案の定あれだよな。あのなんか何万人もあの寝たテーブルで寝たくないし、あのビニールな感じのところで、でそこで寝たくないっていうし、あとその赤すりで使うこのやつ、ここのやつ、手のおばさん方たちが使ったやつ、もう洗ってるんだろうけど、うん百万人と使ってるやつだから、
気持ち悪いとか言って言ってでそのなんかついてるお風呂もあるんだけど、お風呂もなんか垂れ流しで、垂れ流しだったらいいんだけど、垂れ流しじゃなくてもちょっとなんか循環だとね、そう循環系ならいいんだけどとか言って、じゃあ循環ちょっとがダメなんだ私。あ、循環系がダメなの、うん、なんかさすっげーこだわりがあるなと思ってだから言ったじゃん。じゃあなんか基本的に私潔癖ってほどに潔癖じゃないわけよ。トイレとかも使えるし、そう、ね、そう普通は平気なの。今までこれこだわりのスポットスポットで、うん、あの公共のものとかがあんまり好きじゃない。でもできるのよ、やろうと思えばできるの、うん、でもなんかちょっと家帰ってお風呂入ろうかなって思っちゃうあのさ温泉もそうなわけ私温泉なんか温泉好きなのよ、すっごい好きなの、はい、あの温泉上がるあの入り口のところにあるあのバスマットがまず第一関門、はいはい、なんか濡れてる子みんながこうそこパスしてるわけだよ、その絶対みんな取ってじゃん、水虫そのなんかきれいなしほら言ったじゃん、もう子供なし全部のあれが通ってるところです、そう全員のこうパスウェイなわけですよそこがその微妙に半濡れなタオルの上をまず通るのが嫌なわけ、うん、まあ、まあまあ感じるけどね、あんまり気にならない。あと踏んだ瞬間にわかるよね。あとこうなんてお風呂まず まあ、お風呂は入って、はい、全部上がるとき、で要は上がるときがポイントなわけよ私からしたら。オッケー。だって洗ってるときは洗ってるからいいのよ。うん、お風呂入ってるときもお風呂入ってるからいいじゃん。うん、で上がるとき一応シャワーでこう軽く流すのよ私は。あそういうことクリーンじゃん今、はいはい、クリーンもう今完全体のクリーンです、うん、そっからいかにそのクリーンを家までキャリーオンするかっていうのが私の課題なわけじゃあそうシャワー浴び終わったポイントからスタート、はい、ベーンって始まるわけ、うん、でそっからだってそのじゃあその自分がシャワー浴びたところからそのまず濡れたタイルの上、はい、誰かが洗った水ピチャピチャした水の上を歩いて更衣室まで行きますで更衣室に行くまでにそのまたタオルをまたこう歩かなきゃいけない、はいはいはい、そうね、歩いて行ったら今度こうなんかよくわかんないこうなんていうの、あの更衣室のさなんか何藁みたいな竹みたいな床のところに髪の毛がいっぱいあるところ、こうやってつま先立ちでこうやってこうやってこうやってもうこうやってこうやって歩くじゃんこうやってやんじゃんね、なんかこうこうにねおばちゃんとかがいっぱいいるところこう当たらないようにこうやってこうやって当たらないように全然当たらねえんだけどな、たまにいるじゃんおばちゃんにこうタオルとかバッてやってバッてやらないとこうやって避けながらもうサスケ状態更衣室でこうやってね、そうこうやってつま先で、ね、つま先でで服を着ます、服も着るけど、はい、その服がまた床につくのが嫌なわけよ、わーそれはちょっと私あれだな、公衆便所の外の公衆便所の感じ、あそう確かにそうかもしれない、服脱がすってね、あじゃあね持ち上げてやるじゃない、うん、その時にあ床触らないでっていうのはあるけど、じゃあね、それがあのそうそれ温泉のうんでもとは言いつつ、うん、だそういうそこが私のこだわりポイントなだけで、うん、私服とか洗わなくても割と大丈夫な人なの、なんかさじ加減あるよね、じゃあ潔癖の人って自分のさ、もうなんか電車乗った瞬間に見えるみたいなさ、分かる、この釣りのさ手すりのところにバイキンがいっぱいついてるのが見えるとかさ、だから絶対に触らないのみたいな、なんかね、あれもね、ワークアウトだよね、あ そうだよ、もうずっとサーフィンであそこでこうやってそれ面白い、言ってでもパスって言ったよね、指輪取ったんかな、あのねポイントあるの知ってる、教えてあげようか、うんうん、あのさこうやって直立で立つと、うん、急な衝撃に耐えられないからまず足を前後にこうやってずらすわけ、いやいやいやじゃん、うん、でその上で膝を若干こう曲げるわけで、もうほんとサーフィンよあーいやいやあれだね、地震のさ、地震の家に耐えれる耐えれる椅子、地震の家みたいな、わかる、ここあそうそう、ここのバネでね、そうそうそう、ここのバネで、だからそれが膝だってことで、そうだからもうそれを常にこうやってで常にこの足あんじゃん、この足あんじゃん、この足を、うん、体重をこっち側後ろにかけて、こっち側前、もうこれをねずっとこうやってやってんのよこうやって交互に電車乗ってる間ずっとこうやって、ウェイウェイウェイ、ねえねえ、ここまで聞いてまた改めて聞くけどさ、あの釣り革触れないの、うん、触れるは触れるよ、うん、でも私ほら身長高いじゃん、うん、ここを触る必要がないのよ、誰も触ってないところ、ポールのところ、そう、ああ
バッグ置くとこね。そう、あと、あとこの紐のとことかね、こうやってこうやって枝豆をつまむようにこうやって。どうしようもねえじゃん、これさ、つまむところでさ。あとさ、だからさ、あのなんだっけ、あの和式便所がさ、あのしゃがめないのよ。なんで背が高くて。かかとつけてしゃがめる？しゃがめる私はね。あ、本当？私たぶんここの足のくるぶしの関節が硬いのか分かんないんだけどできないのよ。あ、でもうちの旦那もそうじゃん、うん、だからあの和式便所がすっごい使いづらいわけ、うん、はいはいはい、だからこうどっかをこうホールドしないと後ろに転がっちゃうからホールドしなきゃいけないわけよ。でもそこで私の葛藤が生まれるわけ。あ、どこも触りたくないけど転びたくもないけどおしっこもしなきゃいけないどうすんの。だからこういうこと考えたことある？目の前にあるようなものをこうさ、そうだからあるじゃん汚えさ、なんかそうこの猫の中みたいなところにもう全体だからパイプはパイプは一番ダメよ、触っちゃダメ、汚いから。うん、まあ、だからこの壁をこうやって私もスパイダーマンみたいにこう突っ張るのよ想像できるだってここだけ触ってるだけだもん、ね、そう。でももう3点みたいな、3点両サイド3点でここで突っ張ってこう体を支える。もうできるだけ早く立ち上がらないともうこれは持久力がないからね、シュッて育っちゃう病の戦いなのね。そう、え、じゃあさ、そう和式便所見つけた時、うん、あ、ここ和式だったかみたいな時のさ、うん、あのなんか絶句すんのやっぱり、うん、する。それか、お、オッケー、よし、じゃあ今日も頑張ろうかなっていう感じなんだどっち、うわ和式かーって言われて、和式かーのモーメントから、うん、もう仕方ないな、立ち直してね。だからもうそこからも逆に、あ、もうなんかこっからじゃあ私はいかにどうやって体を支え、いかに綺麗に保ちながらおしっこをするかっていうところにまずフォーカスポイントを置くわけ。もう仕方ないよ、まあ、そこにそれしかないんだからね。なんかさ、さっき思いついたことがあったんだよな、潔癖のことで。なんかさ、私の友達の妹さんが超潔癖で、うん、なんかもう本当に度が過ぎた潔癖で、うんうん、あのちょっとレストランでご飯食べるのダメみたいな、もう人が作ったのとかもちょっと無理みたいな。でもそういう人たまにいるね、人の作ったご飯ダメって人。うんうんうん、なんかさすがにさ、ホームパーティー呼ばれてさ、ちょっとホームパーティー行ったら、こういう感じの家だったのねみたいなの、なんか住んでる人はずっと知ってたけど、家行ってみたら、あれなんかめっちゃ汚いみたいなさ、でそれでポテトサラダとか出されたら、のみたいな。ある、そういうところある。あ、そこのキッチンで作ったんですか、へーみたいな、へー、じゃあすごい、うん、ちょっとねみたいな。私はそんなにないけどな。でも本当面白いね、キャピーのその話。でもなんか基本的にはだから、それ公共物がダメなんだけど、友達とかも全然大丈夫だし、うん、外食も私平気だし、だからもうトイレとかももうなんか使うしかないから使うよね、別に。そうね、いいけど不快感はすごいよ。ああ、そうなんだ。もう心地よくはない、うん、まあでもさ、最近トイレって綺麗じゃんね、基本的にね。まあ、でも日本のは綺麗よね。日本のはもう、まあ、ザ確かにザあるあるだけど、日本のはすごい綺麗だし。え、ちょっと待って、この前さ、そう、それで思いついたんだけどさ、うん、トイレのさ、この便座カバー、アメリカって大体置いてあるじゃんね、こうシャシャってこうシャシャって出すやつ、うんうん、あれ私一回もうまく乗ったことないんだけどっていうかさ、あれさ、ちょっと待ってそれのさ、あの、わかるよ、あのね、あれ出すじゃん、うん、で置いた瞬間に座らんとセンサーで流れてくるんだ。そうだし、もうさ、髪自体もさ、なんかさ、もうなんかこうやって髪がさ、だからさ、もう中にこうやってどんどん入ってもこうやってそうさ、そんなことしてる間に我慢できなくなってくるじゃん。あ、もう本当にやめてって思う。あとこの真ん中のさ部分、こうなんかこう落とさなきゃいけないの、あれって。あ、マイガー、ね、分かるよ、真ん中がつながってないところあるよね。うん、気持ち悪いよな。あれどうすんの、どういうこと。え、紙、その紙のシートのここのさ内側にこう落とす部分、こういう風に落ちる部分が紙にくっついてるじゃん最初。ついてる。でここ切り外して中に垂らしてお使いくださいってことでしょ、あれ。え、私が思ったのはね、え、それをしてんの、あの私のアイディアだと、あれをさ反対側にしてさ、わかる、こうやって座るじゃん。で、その反対にしての落とすね。あ、だから前から落ちるってことか。いや、
そうしたら割と結構引っかかってくれるって。なるほど、ちょっとやってみよう。謎よね、トイレって、ね、え、だからさ、見ないじゃん、だって人がトイレしてるのなんて。そう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 。あと、あの、このトイレットペーパーをみんなこうやってるのか、こうやってるのかね、謎くない？ていうかさ、もうさ、私アメリカに来てもうなんていうの、トイレットペーパーなんてどうでも拭ければいいと思ってたけど、うん、でも日本に行った時はもうパラレルにさ、こう平行にこうやらないとダメだったね。なんで？意味わかる？あ、いるよね、そういう人ね。縦とか横とかもサイドとかじゃなくて、うん、ペペペじゃなくて、こうやってこうやってで、こういう、わかる？でもさ、それやると、あ、それやると紙分が多くならない？だって接地面がこう綺麗にこうレイヤーになっていくわけでしょ。そうですよ、ミルフィーユみたいな感じ。じゃあでもさ、ミルフィーユになってるってことは、手とこの接地面とのこの距離感が近くならない？でもいっぱい取んね。もったいないじゃん。でもそんな取らないよ、さじ加減があるのよ。無駄はしないよ。無駄はしないけどさ。え、何じゃ、あんたどうやってやってるの？分かる、なんかこう適当。あんま考えたことない。そこは適当なんだよ。だからさ、すっごい適当なんだって、基本適当なの。でもさ、あれさ、あれ無駄よね、やっぱりこうガシャガシャってやると無駄じゃん、結局。なんか、え、ガシャガシャの方が無駄じゃなくない？ガシャガシャの方がなんか結局、平たくて薄いものなんだから、ガシャガシャってやったらさ、要はさ、ほうれん草がさ、料理した時にクシッとちっちゃくなるじゃん。わかる？あ、わかる？全然なんだこれっていう感じになっちゃうじゃん。だってそこまで押しつぶさないじゃん。もうこうやってカチカチにしたらもうこんなちっちゃくなるけど。でもさ、カチカチしないじゃん。ふんわりでしょ。クシャクシャなんかさ、思ってたよりふかふかじゃなかったっていう時ない？わかる？あ、あ、足りなかったな。いう時ない？なんか見た感じふかふかだったけど、使ってみて、お、あ、シングルの時じゃないですか、髪が。髪がシングルの時、それありがちよ。トイレで全然語れんじゃん。全然。トイレ界じゃんか、これ。あと、乙姫の謎。あれはもう、ちょっともうやめようね。てかね、そのおしっこのと気にするのはもうやめよう。でもさ、あれってさ、誰がまず考えたんだろうね。あら、あの人のおしっこの色、音、こんな感じなのかしらって思うから、思われるのも嫌だなって思うから作ったの。じゃない？でも多分なんか、ザ日本人の発想で作りそうな感じよね。まあね。でも結構使ってたな、あの、日本にいた時は。でも使ってたかもしれない。でもなんかアメリカ系は別に、ね、たまに、あと乙姫ないとないガチャ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 、うん、さ、中学校がさ、乙姫つけたのよ、あの、うん、トイレに、うん、そう、でその前はなかったわけじゃん。だからそういう時はやってる、ガサガサガサ、なんかトイレットペーパーを、でもさ、とりあえず叩く、トイレでチーってやってる間叩いてガチャ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 って音で紛らわすみたいな。でもたまに音しない人いない？あれずっと謎なの、私。え、なんでこの人音しないんだろうってずっと思ってんの。あれなんかさ、こう秘訣とかがあるわけ？あ、おー、かもしんないね。髪先に置くとかかもしんないね。それかさ、そういうのは義務教育で一旦教えてほしいわ。トイレのように。ちょっとその自分とお水の感覚が近いとかね。今日は遠かったらさ、あれじゃん、滝みたいな。あ、感覚近い。ってことはもう便器のお腹にお尻が入り込んでるってこと？謎くない？これ以上ディープに行きたくないんだけど、このトイレ。やめよ、やめよ。これはね、ただのイントロですから、掃除のトピックのイントロですから。今回は皆さんが聞きやすいように、親近感が湧きやすいようにね。そうなんですよね。まだ今マッサージしてるから聞こえて。そう、掃除で、で、そう、まあ、潔癖じゃんか、うん、でも潔癖でも、そのなんだろう、部分は全然私は OK なのよって言ってたじゃない。なんか例えば服は別に汚くてもいいんだけどねとかさ、あるじゃん。で、私がなんでこのさ、あの掃除の話しないって言ったのは、でさ、みんなさ、掃除やってんのっていう話よ。いや、やってんだけど。家の掃除？いや、みんな掃除やってんだけどさ、ほら、みんなそれぞれの、要はあれじゃん、なんかラインがあるじゃんね。うんうん、やり方がね、みんな別々じゃん、うん、もう本当にさ、なんかたまにいない？ YouTube とかで全部ピッカピカの人いる。どういうこと？いや、あれはだから撮影する前にしっかり全部ピカピカ
気にしなきゃいけないなって思ってやってるわけ。やってると思う。でもさ、なんかさ、ニューなタイプの人とかではさ、もうさ、それがライフな人いるじゃん。あれでしょ、なんていうの、なんていうんだっけ、ああいうの、ザ完璧みたいな感じでさ。今のは今なんか今全然決まんなかった。こんなになってた近く。古いアイドルのポーズ。下から見てやっべえと思った。全然わかんねえ。なんかどうしたらよかったかな。今すごい古いアイドルのポーズ。よかったよね。ああ面白い。いるよ、絶対いるよ、ザ完璧な人。あの、なんていうの、あ、丁寧な暮らし系じゃない？そう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 。でもその人たちはさ、あの、それがもうそうだから、その人たちはその、それが、それが、その人たちが、それが、その人たちの生活だから。でもさ、子供いるよ、そういう人にも限って。すごくね。え、なになに？どういうこと？子供いて？なんかもう数さえもないってどういうことと思って。あ、でね、ちょっと待って、私が YouTube 見てくれてる人とかでもさ、お部屋がいつも綺麗ですねとか言ってくれるの。いやでもね、どこ見てんのと思うよね。まあサーフェイスは綺麗かもしれんけど、例えばそのカメラを置く目の前ここら辺とかさ、さすがにごちゃごちゃしてたらどかすけど、でも全然あの汚い。そう、でも私いつも来るとき綺麗にしてんなっていつも思うよ。ていうかね、なんか多分ね、姉さんはね、システム作りがうまいんだよね、痛い。あのほら、ゴミ箱とか、あとお水もなんかそこにタンク作ったりとか。あ、あれでしょ、あのさ、動線を考えてるわけよ。うん、動線と、うん、そう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 、その楽なやり方とか。うん、まあ、それは考えてる。それがそうだよね、動線がちょっと乱れてるって、やっぱりいろんなところで誤差が起きるよね。うん、私はね、キープができない人なんだよね。すっごいスイッチがパンって入って、掃除するってなるときにグワーってやるのも全部、うん、で終わってなんか数時間後ぐらいになんか戻ってたりとかしてあれみたいな、何やってたんだろうって思うなんか多分ね、戻し、昔からそうなの、お母さんにずっと言われてた、やったら戻しなさいって言われてたのが、うん、そのちょっとの手間、秒数をかけるのがもうなんかえっってなっちゃうの。ねえ、それさ、それさもさ、私の毎日の課題なんだけど、うちの旦那なわけ、うん、うちの旦那なわけ、うん、あのね、私さ、今日さ、今日一日、今日もう本当にあの自分の日じゃなかったの、今日一日、うん、あの朝からさ、ムーンって感じの朝だったわけ、ムーンって感じの朝が始まっての、それをさ、折り返して頑張ってばよかったんだけど、なんかさ、それもなかなかうまくいかなくって、うん、ね、空回りしちゃったね。なんか一日中キャリーしたわけよね、あんまりあの自分らしくない一日だったわけ、うん、でそれがさ、なんでかって言ったらさ、まあさ、わかる、まず一番初めは何をしたかっていうと、私あの夜遅くに寝た。あ、もうそれがダメだったの。うん、で、朝に、ね、朝ちょっとあ、ね、でもうあっと起きなきゃって感じじゃん、まあ、それがさ、このさ、レベルで0から10あってイライラとすると、うん、まあ、1ぐらいだった、ね、うん、全然寝てなかったわみたいな、うん、あのネットフリックス見ちゃったのね、ワンシーズン全部スキップしながらさ。何見たの？何見たの？なんかね、シマあーシナーだ、シナーとかいう、まあ、なんかスリレース系のやつ、うん、いや、それをさ、あの全部4シーズン出てんだけど、4シーズン目だけ初めて見たんだけど、うん、スキップしながらさ、とりあえずよくスキップしながら見れるね、あんた。ちょっと大事そうなところで止めてみたいな感じで大事そうなとこなんて分かるかよ。しかもさ、夜の10時ぐらいからさ2時まで見たわけすっごい。で、1シーズン終わらせたわけ、うん、まあ、それでね、遅く起きちゃ、遅くまで、ね、見てて、でそれで、ね、起きた時にうんって、うん、で下降りてきました。はい、じゃあ子供たちの弁当を作り始めないとっていう時に、一応さ、あのカーテン開けたりとか窓開けたりとかしてしたら、時にね、あのリビングルームにさ、もう毎日なんだけど、旦那がさ、靴下をこう置いてたりとか、食べる、あの食べた、ほら、わかる？うちもそう。食べたものとかのさ、皿とかがそのまんまとかさ、うん、あと飲んだものが置きも、うん、で、あいつは多分寝落ちするんよ。 あの人テレビ見て寝落ちするのが好きなので、寝落ちして、で布団を切るんじゃない、1時間ぐらい経って、うん、うるるるるっつって起きて、
でその電気とりあえず消して2階にある登ってきてこういう感じで寝るわけよ。で私朝起きてきてその残骸が見えて、うん、それでさ、そうさ、そこまででまずイライラ1レベルなのに、そこからさ8ぐらいまでいたわけ。ボーンってね8ぐらいまでいたの。でその上に子供たちが私が作った朝ごはん食いたくないってみんな言ったから、うん、もうさ10超えてもう10どころか13ぐらいまでいったよね、うん、そういう感じの朝のスタートだったの。やね、うちの旦那はですね、そのね、そう使うじゃん、何かを使うじゃん、でそれをさ持ってきたところに戻すっていう作業をしないから全部汚れてく、うん、で子供って普通そうじゃんね、みんなね、それをさいちいち教えるわけじゃん、ペン使ったら使ったところに戻しなさいって言うでしょ、うんうん、それを今旦那にもやってるわけよね、ずっと結婚してから教育してんだ。そうそう、だからずっと掃除してるよ、一日中ずっと掃除だよね、うん、後追いかけてって、で振り返るともう全部同じことの繰り返しになってるわけでしょ。なんかね、私もね、多分だってそれも多分自分のこだわりの部分だけはやってんのよ、うん、歯ブラシはここに戻したいから戻す、うん、絶対そこ。でも朝服決めるときにこうタンスから出して今日この T シャツの気分かなと思って着るじゃん、うん、ちげえって言ってペッてやってペッて一回こう椅子にどんどんかけていくわけよ、こうやってエコさん畳んで戻すわけないんだ。もうない、もうそんな時間なんてないって思いながらずーっとそれがそれでこの椅子のところに全部バッバーって重なってって、で次もう家帰ってきても忙しいじゃん、うん、で次の朝またそこからこうやって引っ張り出してもうなんかタンスの意味がないっていうもうね、うちの旦那もそうだわ、うん、全部置いてくあれな。だからさ、そういうのなんかみんなどうしてんのかなと思って、私はもうひたすら全部本当は全部きれいにして、できればさ物とかもさあのミニマムに何も置きたくないんだよ、うん、本当は、うん、だけどなんかどうしてもやっぱここにこれ置いておくことによって子供が取りやすいのとかさ、なんかそういうやっぱ鍵はここに置きたくないけど車の鍵とかね、だけど置くからあの私も旦那も同じところで覚えてられるなとかさ、うんうん、あと何あるかな掃除。ですね、私はこだわりは何、掃除の私のあのね、結局さ、うち私はさあの子供がさ食べたりとかなんか切ったりとか図工とかみたいなのやるじゃん。でそんな毎日だからさ常にさあの床に何か落ちてるわけ、うん、で私は結構目でそれがキャッチするから、うん、お掃除したいんだよ。でもさ毎日やらなきゃいけないじゃん、うん、だから、うん、とりあえずほうきでそういうちょっとこう分かる、ちょっと一部だけちょっと汚れてるみたいな、分かる、うん、食べたところの真下が汚れてる、うんうん、そういうのもほうきでバサバサってやったりとかするんだけど、うん、ほうきでやるんだ、掃除機じゃなくて。そう、掃除機なんかちょっと大きいじゃん。あ、まあ確かにちょっと面倒だよね。そう、引っ張ってきて。ほうきいいよ。あ、本当？うん、なんかちょっと帰った感じで、うん、帰った感じで、ね、ちょっとささっとできるもんね。そう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 。でもさ隣んちもさあのフィリピーノのおばあちゃんおじいちゃんが住んでてさ、うん、その隣んちはさ多分チャイニーズだな、うん、みんなほうき持ってるみんな原点回帰みんなやっぱりいいよねほうきっつって。大きいやつ、これちっちゃいやつじゃなくて、ちょっと持ってこようか、うん、あ、かわいいじゃん。確かに大きくていいじゃんこれ。でもやりやすいよ。だからさあのドンキで売ってるよ。かわいいねこれ。私はアマゾンで買ったけど、だほうきでさささっとやってとりあえずなんかちょっと気になるところとか掃除したりとかするんだけど、猫の3匹飼ってからもね結構割と掃除機をかけるようになったね、昔と比べてはね。まあ、細かいところはさささっとほうきでやって、そうだな、あの掃除機はまあ、うん、週に2回くらい、 Every 3 days ぐらい、毎3日ぐらい。これいいね。いいっしょ。なんかすっごい、しかもなんかねやりやすい、なんかここがさ広いじゃん。そうなの、これいいね。いいでしょ。いくらだった？あんま覚えてねえな。ハワイ引っ越してきた時に同時に買ったんだよね、うん、私も国家の人。あ、でもさ、うちさ床がさ、あのほらアメリカの家にありがちなカーペットなわけよ。私あれすっごい嫌なの。あれカーペットってさ、あ、まあ、ほらラグとかで、ね、一部とかだったらいいんだけど、全部カーペットだとほこりがすっごいの。ほこりすごいよね。びっくりする、あれすごいよね、うん、本当に絶対くしゃみしてんの、あれのもう原因あれって感じ。うん、だから本当はさ、私もこういうなんかフローリングとかさ掃除しやすい床がいいんだけど、うん、あれ
賃貸だし、うん、カーペットは本当私も好めないわ。だけどうちはさ海が近いからさ、うん、ゴキちゃんがすごいわけよ。あ、そうなの、海近いとゴキブリいっぱい出るの。海近いとゴキちゃんすごいよ。あ、本当そうなんだ、うん、でもほら家も自体も結構まあリフォームっていうかね改築みたいなのしてるけど、でもやっぱり古い家だとさ出んのよ、うん、ゴチちゃんが、うんうん、昨日さ出た話してあげようか。昨日も出たの。出た。あのでもね今回の特大だったの。マジどんぐらい、私まだ見たことないその大きいの。本当にないよ。でも本当にもでもね音が聞こえたんだからキッチンで、なんか存在感ハピ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 って言ってて、うわ絶対いると思ってちょっと来てって言って、うん、あんま怖くない人。私無理、こっちちゃん無理、全然無理、うん、あやばいいるって、音が聞こえるって言って見たら、あのね本当にここら辺のゴチちゃんめちゃくちゃ強いから、プラスチックバッグも食い破るの。マジで気をつけて。だからさパスタを置いといたコストのさオーガニックのパスタ、うん、袋に入ってんじゃん、もちろんビニール袋、うん、穴開けて食ってたの。気持ち悪いね。でさ殺そうと思ったんだけどさ奥行っちゃって殺せなくて、あのゴキブリホイホイが売ってんのよハワイにもね、うん、それをさいっぱい設置してあるの、そのそこら辺にここ置いといたら朝になったらトラップ引っかかってた。わあ、なんか見るのもなんかドキドキするね。でも見ちゃう、私ゴキブリホイホイに捕まってるゴキブリすっごい見ちゃう。なぜなら危機がないから、もう絶対死んでんじゃん、もうど絶対何もできないじゃん、うん、そうやってこうやって見てる。あのさ昔さ小さかった時にさすごい古い家に住んでたの、うん、出た新潟で、だけどあ私はさそれはさネズミだから、あネズちゃんは大変よね、すっげえ古い家だったからね。ネズちゃんはやっぱトラップ置いとくからさ引っかかんのよ。ネズちゃんあんたどうしたらいいのよ。だってもう半分ハムスターみたいなもんじゃん。なんてなんかよくわかんない。どうしたらいい。まだちょっと動いてるじゃん。ゴキブリとかならなんかあれだけど、まあ、虫だしね。ネズミはな、目と鼻と口がしっかり見え。大きさどんくらいなの。いやーまあまあ、うん、こんくらいかな。ハムスターじゃん。結構あるよね存在感が。それ聞いて、ね、あれ思い出したわ。ネズミ今のところうちはまだなんかそこら辺の心配はないからいいけど、ネズミとかゴキブリとかは出んけど、うん、まあアリは結構出るけどね。あアリはすごいねハワイはね、うん、うちもすごかった一時期、うん、いつも毎日どこ掃除する、決まったとこ掃除してる大体。まあ自分はさ基本、私はさ基本キッチンにいるわけ。大体1日の 60% ぐらいキッチンにいるの大体ね、うん、だからさキッチンはもう結構私は綺麗でしてたいんだけど、うん、でもやっぱりさキッチンってさ家族が集まるとこじゃ、家のその作りでもさ結構キッチンで真ん中にあるから、うん、うちの家だとか家族が集まるからさ、まあいろんなものがある、子供の水筒とかさ、う、ね、うん、なんかいろんなものがあるわけで、そうするとどうしてもなんか自分のラインでこう片付ける、片付いてるようにするけど、でもなんかさなんかわかる、たまにさ、いつも使ってるのにもかかわらずホコリが溜まってたりとかさ、うんうんうん、ね、拭いててもさ、うん、そういうのとかあるから、なんかあここもやっぱりこうさなんかすごいなんていうの、あの綺麗好きの人はさ物を全部持ち上げて拭くじゃない。うん、でもそんな毎日やってらんないじゃん。できな、ね、無理無理じゃん。そんまそんだけ数が物が少なきゃいいけどさ、うん、でもさここは綺麗にしてるみたいとかあんの、うち、うん、一日の中でもここは掃除はするの絶対に私みたいな。うーん、お皿ぐらいかな。あの皿洗いしないとゴチちゃん出るからさ。あー皿洗いかな。掃除、まあ掃除に入るんか。あとはね、うちさすっごい狭いじゃん、うんうんうん、だからなんか洗濯はまあ週1、2回。最近電気代が高いからさ、うん、そうだね、ほら乾燥機でお金かかりそうじゃん、うん、だからもうちょっと減らそう。あんまりうちそんなになんか掃除ってことしてない。でもさ私思うよ、に大人が2人だけで住んでいるんであれば全然汚れないよね。
本当に一人問題児がいてさ、そいつがめっちゃなんかそれこそさっき言ってたのに触ったらもうそこに置くっていうのを繰り返す生活してるあれだけど、そんな感じでもあるよ。家の中全然こう整理整頓とかもできてないし、っていうのもさ多分システムができてないのよね。あああるよね。あんまりさこう家具の入れ替えとかも私があそこの家に入ってからしてないし、うん、なんかこう中途半端にこう一応あるもの使ってるって感じだから、本当はもうちょっとねこうなんか使いやすい棚とかさ、オーガナイザーとかがあればもうちょっとやりやすいんだけど、まだそこまで手が回ってませんね。うん、なるほどね。あとトイレ、私ね気になるわけ、みんなトイレ毎日掃除してんのかなっていう。私してないよ。私もしてないわけ。うちさトイレさ3つあんのよ家に。うんうん、あ2階とね。そう、下と上に2個あるんだけど、なんかまあ汚れてきたなと思ったら掃除する感じでやってんだけど、うん、ほらなんかもうトイレは綺麗じゃなきゃダメみたいな人いるよね。なんか毎朝掃除するとか、ね、そう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 、手で掃除するとかさ聞いたことある。うわ日本人じゃんそれ。いや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 、なんだっけ、なんか野球部とかでさ、いた根性論のやつでしょ。そう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 、ちょっとエクストリームよね、うん、まあ言ってることはわかるけどさ。私でも中学高校の時もなんかそんなような感じだ。中学小中とか学校、ほら日本人の学校ってね、あの掃除するじゃない学生が、うん、学校はさ、うん、あれ素敵よね。絶対あれはやった方がいいと思う、アメリカも。だってやらないとね、みんな本当にもうなんかほったらかしじゃん。うん、なんか結局自分が汚したものとか自分のやったことなのに他人に期待するっていうね、うん、誰かがどうにかしてくれるからみたいなさ、うん、掃除じゃなかろうと何かの出来事でも何でも、うん、だからあの掃除システムは私はとても素敵だと思います。しかもさ子供ってさやっぱりさ習わないと知らないじゃん、分かんないじゃん、うん、大人からしたらそんなの当然でしょって思うことでもできないじゃん、ね、そうだね。なんかさこのだからさそれ前ホームステイした時に、うん、そこの家の孫の女の子が、うん、小学校4年5年生ぐらいかな、うん、でさあのほうきの履き方を知らない、あモップのかけ方を知らないとか、うん、そういうのって基本的には、ね、こう端からやってってゴミを集めながらやっていくんだよって、うん、拭き残しのないようにね、うん、とかいうのもやっぱり教えられないと分かんないんだよね。そうだね。それでさなんか家でこう訓練みたいなトレーニングみたいなのしてて、うん、あまあ確かに学校で掃除しないとそういうの分かんないよねと思ってさ、うん、そう日本はねもうそれは小学校か小学校からも叩き入れられるもんね、うん、自分の使ったところは自分で掃除しなさいみたいな、ね、椅子上げて椅子の後ろ雑巾で拭いて、はい机運んで前後ろ半分みたいな。そう大掃除もあるじゃん。 あれもいいよね。年の1回の一番最後に、うん、そうだね、そのほら悪いものもキャリーしないようにさ、うん、新しい年にとかってさ、うん、あの文化は私はすごい好きよ。そうだね、うん、とてもいいと思う。こっちでもやった方がいいよな、うん、私もなんか大掃除軽くだけどねやるけどね、なんか窓拭くとかさ、うんうんうん、やるけどね。たまには必要だよね。やっぱそういうとこってだって毎日できないもん、うんうん、やろうとも思わないし。そう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 。あれはもう本当にすごいと思うわ。日本人だよね、うん、雑巾掛けって考えてみ、アメリカで雑巾掛けワイパーみたいな、もうこうスッスッスッ、なんか多分さアメリカ人から見るとさ、なんで手と全身でやる必要があるの、なんかスティックだかつけてやればいいじゃん楽じゃんエフェクション、ね、エフェクティブ、ね、でもね日本人はねそうじゃないのね、大事なのよ全身でこう行くのがみたいなさ家に感謝をみたいな、そう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 、力入るしね、あっちの方がね。まあ確かにそうかもしれない。いやそうだよな、だからフロアとかもさ、うちはもう1階は全部あのフロアなのよ、2階はカーペットなんだけど、うん、だからフロアとかもやっぱさ、あのうちは裸足だから家の中で、でしかもね子供たちもね裸足で外に行ったりとかするから、結構割と床もね汚いんだよ。あスナスナするんだ。そうそうそうだし、あとちょっとこうなさ分かる、道路とかを裸足で歩いてての、うんうんうん、家に帰ってきました、うん、なんかちょっと黒いなみたいなさ、うん、そういうとかもさ、もう拭き掃除はしんきゃいけないんだけど、気になったらやってるけどさ、うん、なんかこれも毎日できたらいいなって思うんだけど、あんまりさ神経質になりすぎてもさ、うん、何あのねうちのね通りのねあの一個の家が多分あのフィリピン人の家族が住んでるの、うん、でそこにねおばあちゃんが住んでるんだけど、そのおばあちゃんがいつもあのわ
あのそのさガレージから全部拭き掃除してるらしいのね、毎日、はいはいはい、毎日、うん、なんかいい精神だなと思って、ね、多分そのまま家の中もやってるよ。あそう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 、でうちの旦那がそう、あそこんちいつも拭いてるとか言ってモップで掃除してる、豆にやってるんだ。そうまあそう、こもうそこからもうなあれなんかね、気持ちからみたいなのあるよね、うん、なんかさあメンタリティーはね、そうそう掃除ってそうじゃん、ね、そう、うん、なんかもう部屋の汚れは心の乱れみたいな、乱れみたいな惜しい、惜しかったですでもそれ本当そうじゃない、うん本当そうじゃない、そう、うん、なんかさあと旅行に行く前とかさ、うん、私は結構全部終わらしたいの、4,5 日空けるってなるとさ、oh, yeah. なんか帰ってきた時にもうわーってなってて嫌じゃん、絶対嫌てか、もうそう、もう旅行行くとかになるともうその日にパッキングして、うん、掃除しつつ、うん、洗濯しつつみたいな、すんごいバタバタするけど、うんうん、そうです、それぞ私 の, あのミッションはね、旅行に行くってなったらね、そう初めのミッションはね、冷蔵庫を空にする、あーそう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 、それでしょ、それでしょ、使い切りでしょ、そう、どう今日これからの献立でこの家にその冷蔵庫に入っているものをもうできるだけ全部使う、無駄なくね、そうそうそう、その時のもうそのやりきった感は誰にもシェアできないじゃん、旦那に言うわけでもないし、もう自分でもあれってちょっとパズルっぽいよねテトリスやってる気分じゃない、なんかあれとこれを組み合わせてこれを使って、あ、あれができるみたいな、 OK、 あれでジャーが全部なくなる、捨てられるなっていうさあるある、 CTM 最後全部ね、ワイピー中も全部拭いてねって言って、ね、本当、そこまでやるの、本当言うよね、あなた本当豆よね、豆かね私、うん本当、うん、だって私はもうだって家に洗濯物干してそこから拭くとってまたそこに干してるようなもん、一緒ちゃんちゃん行った時にさ、やっぱ部屋着がバーって干してあってて乾かしてんのよ、で私もねできればやりたいの、部屋、うんうん、部屋干しみたいにやりたいんだけど、うん、量が多いし、確かにハンガーもそうだから別にやらない、もう換気扇、あ、乾燥機使っちゃってるけどさ、うん、なんかパンツ干してたっけ、パンツ干してたかな、干してる時と干してる時あるよ、なんか多分覚えてんのよ、あそこにあるのはパンツですかって聞いてるの覚えてる姉さんくらいだったら別にいいかなっていう感じだったもんね、多分ね、そうそう、見たよ見たよ、見んなよ見たよ見たよそう、なんかね、あでもうちも乾燥機使うよ、使うけど、うん、まあでもあなんか T シャツとかさほらダメになりやすいじゃん、アメリカの乾燥機って、ね、そうですね、うん、私あそこの家住み始めてから多分その家で、まあコロナがほらあって、うん、家でほら時間過ごすっていう時間も増えたのも絶対あるんだけど、うん、あの今までそんなに頻度が使われる頻度が多くなかったものが急に使われ始めて、oh, yeah. 壊れるものがめちゃくちゃ、私来てからあの家もうズタズタなわけよまず私パイプをダメにしたのね、排水管、はい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 、あとランドリーのも一回壊れたし、うん、あとキッチンのなんかタオル、タイルも剥がれ始めて、はいはい、あと電気も一回この前落ちて、うん、あと窓がなんか締まりが悪くて水がすごい入ってきたりとか、なんか本当にすごくって、多分私の物の使い方が雑なのもあるし、多分そう全てのタイミングが重なり重なり、うん、あれじゃない、でもさほら家ってさ建てるじゃん、バンって初め建ててさ、でそこに人が入ったら物をバッと買うじゃん、うん、でそれがさ同じような時間帯にまた壊れるからね、そうそうそう、それの時期だったんじゃないの、そうだと思うんだけど、うん、でも私昔からそう、私が触るもの全部壊れんの、うわそれうちの旦那に毎回言ってんだって、お前触るなって言ってんのお前がそういうの全部壊れんじゃねえかって、本当にそう壊れんの、壊しまてか、私お母さんにあんた電気持ってんじゃないのって言われて、でから電気出てんのよあんた、でも電化製品とかもすっごい壊れるし、本当、うん、うわなんかね、それだから私もしかして相性合うのかな、カホちゃん、あんたの旦那と同じようなみたいな感じなのかなエネルギー的にそんな感じなのかな、もう本当、あそれはあるかもね、うちの旦那も全部壊す、もう全部壊す、ちょっと今度さあれ聞いてみて、あの子供の頃にさ、うん、コンセントになんか物突っ込んで感電したことあるか私やったことあるの、あ、いっちゃいやっちゃダメなやつでしょ、うん、なんか鍵かなんかをね、確かね2歳1歳ぐらいの時にコンセントにぶっ刺して感電してたらしいんだよね、怖あ、でも私は全然大丈夫だったね、
お母さんがそこ の, あの、うん、コンセントのところが焼けって焦げてるのを見つけて あいつやったなって思ってるし、そのシンプルでそれ以来だからあんた多分体に電気持ってんだよって言って、あそれでちょっとそうだから何やっても壊れるっていうピカチュウみたいな。だからこの前さ仕事でさ、うん、ウェブサイトのこうなんて言うんだろうアップデートみたいなのをしてて、うん、こうなんかこう情報をさ入れ替えたりしてたら、うん、なんかウェブサイトダウンしたとか言われて、うん、その時にちょうど私がさ後ろでこうエディティングをしてたわけ、そのウェブサイトの、うん、やっぱ私何触ったと思って、うん、結局さ私何もしてないのよ、うん、もっともうこうサーフェイスレベルのエディティングをしてたから、うん、こうサーバーがダウンするようなとこなんて一切触ってないのに私がやってたタイミングでサーバーダウンして、私がもう第一容疑者よね、あんた何したのみたいな、マジで何もしてないんだけどなみたいな。超ウケる。自分のサイズ分かってないの？あのさ、でもさ、サイズが大きいで分かってないで、プラスそれの上にブキッチョなわけよ。そう。で壊すの。だから私この前さ、あのウォーターパンプあるでしょ？こうなんていうの、あのアメリカにさ、こう水の入ってるタンクでっかいのをさ、こうメネフネウォーターみたいなこう持ってきてくれて、そこにこうタンクに直接こうパンプみたいなのつけて、うん、手動のだから言ったらこうなんていうんだろう。はいはい、あの、うん、そうそう、組むやつね、そうそうそう、うん、そのさパンプがプラスチックのやつで、こう、まあ、ただ上にこう、こう取り付けて、うん、カシカシカシってとか出てくるやつ、うんうん、あれ私2回壊したからね、お尻で、お尻で、お尻が当たって壊した、ポンパンってパンプペーンって飛んで折れちゃって、うん、2回壊した。だからもうそのサイズを分かってない自分がどういう、こうしゃがんだらこの体がこうなってここがお尻が突き出るなとかいう、ああそういうことね、一切自分の中でシステムが分かってないから、うん、手とかも自分の長さ分かってないからすっごいぶっけんの。トイレ出る時とかも絶対肩ぶつけんのよ。うわー、もうなんかあもう自分はあれでしょ、あまたやっちゃったって、そうてかもうね、またやっちゃったとも思わないの、うん、なんかあいまたぶっかったって感じだけど、他人から見てるとまたぶつかってるあいつみたいな。私はいつものことだから何も気にしないんだけど、うざりだよね、あ他人がうざりみたいな、バーンってまた言ってる。そんなこと言ったらさ、うちの旦那さ、あいつやっぱあの人体でかいんだけどさ、うん、なんかさ前も言ったじゃん、私がさどこ行くにも絶対さ、私あ旦那の足踏むんよ、でお前の足ってどんだけでかいんだよって言うぐらい、いろんなところにうちの旦那の足があるの、うん、私が行こうとするところに絶対足があって踏んじゃうわけ。そんなでかいの足は、で足はでかいし、サイズ13とかなんだよ、日本だと30センチとかじゃない、あそうで足は、足自体でかいんだけど、多分行く先行く先にいるんだろうね、行く先にはばかってんだろうね、なんでっていうぐらいこうふっていくと絶対にもう、もう毎日だからめっちゃ足踏む、そのせいで俺の爪死んだって旦那に言われたけど、爪死んだ、俺の爪死んだ、私は逆に踏む方、いつも踏んじゃう、ハグとかほらするじゃん、うん、ハワイの人ってね、はいとか言っても絶対踏む、あ I'm sorry みたいになって、もまたこうちょっとアウコワードになってなんか、うん、みたいな。本当にダメ、不吉なんだよね、不吉なんだよ、ね、なんかご近所のさおばさんにさ、あなたんち大変ねって言われるわけ。いつもほら子供さん外いるか、なんかお父さんとお母さん追いかけてるし、大変でしょって言って、お宅に大変でしょ、お子さんも大変でしょって言ってさ、賛成やみたいな話するじゃん。うん、そしたらさ、あのもうそれで私がなんか家もいつも汚いしみたいな、もう片付けてもうんつうのかな、もうずっと片付けてるっつって、毎日片付けてるし、うん、いつも片付けてるみたいな、したらなんか彼女も子供がそこじゃ2人のか、うん、だけどうちもね汚い家で、育ったから子供って、うん、別にいいのよ汚くてって言われて、うん、ああそうか、まああの時期的なものよね、全部子供に関わることってさ、うん、今だけだみたいなね、うん、今だけ我慢すればあとは大丈夫とかさ、そうだね、そうそう、そういう感覚で出てきて考えれば別にあんまりこう神経質にはならなくなったけど、前は結構、前はっつっても今でもそっか、結構割と神経質なところは神経質だね、私は。だからちょっともね悩んでんのよ、この人変わんないなって私最近本当に実感してきてるから、もうだってうん百万回と言ってきてるわけじゃない、片付けて、多分ねもう気が回んないんだよ、もうできないじゃん、やってる時だ、うん、もうだってなんかやってる時はもう考えてんのもそっちのこと、
うん、もう靴下のことなんてかもうなんかどう、そうでしょ、全然そんなだからさ、うん、なんでそんなこと言ってんだっていう感じだけ彼からするとね、うん、それが何がそんなに大事なんだみたいな、そうこれは俺の家なんだから俺に好きにやらせてくれって言われるもんだから、本当にそんなに俺ちょっと私はみたいな感じだよな、なるよ、何が一番ねやりやすいかって感じじゃない、受け入れるしかないですよね、うん、あとはまあほらなんか気が向いた時に掃除とかしないの、自分から自分の中ではね掃除できてるんだって、その彼はいつも自分の見てるあれは、あそうなんだ、だから俺はクリーンパーソンだしって言うんだけど、ほらそれもほら彼のラインとレベルが、ね、私のラインが違うわけじゃんか、なんかさ一回さ旦那のさグラマにさあの喋った時にさ、うちの旦那いつもあのティッシュをポケットに入れてそのまま洗濯に出すのって言ってたっけ、うんうん、で毎回毎回言うんだけど治らないのって言ったら、そのグランマーが言うにはね、それはあなたの仕事よっていうわけ、うん、あなたがポケットの中をチェックしてあの捨てるのがあなたの仕事よって言われたの、うん、うちもよくあるよ、けどもうやるからにはもうI own って思うしかないかもしれないね、もうね。そこの現場にいる。その考え方結構古いと思わない。もうさそのまあね、あなたの仕事って言われるとちょっと嫌だよね。そう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 、うん、まあまあそこでもね、そこはね何年かかけて良くなったの。その中でも良くなった方なのね。自分ではたまにあるけどね、ティッシュも一緒にそう洗濯されてるの、うんうん。でもさ日本と違ってさ、アメリカのティッシュって洗濯しちゃってもさ。ドライヤーズでさ、おる出てきたっていうのがチリチリならねえ。わかる、ね。固まったまま出てくるね、化石みたいにね。そうそう、それかもうフェラフェラって感じで出てきたりとかして、うわーまたティッシュ見てたっていう話。そうなのよ。そうなんですよ。だから皆さん、掃除頑張ろうね。みんなそんな感じだよね。そんな感じだよ。そんなに綺麗な家なんてないって、そうそう。まあ、自分のラインやね。うん。はい。あんまりイライラせずに、そうね、てかほら人のことを許すと結局私がミスした時も許してもらえるじゃん、てかさそれが人生だな結局、そうなんですよ、みんなこうダメなところダメなところ、多分、うん、そうそうそう、私さ子供は受け入れられるよ、受け入れられるよ、うん、あできないのね分かった、じゃあ頑張ろう、更新をねってできるけどさ、だんだんの場合はさ、おいし大人だよな分かってて当然やろぜ、期待とかなんか結構入っちゃってね、確かにね、ちょっとこうなそれがちょっとこううんってなっちゃったりとか、まあでもきっとほら掃除以外のところでポリスしようポリスしようってサポートしてるところがきっとあるんじゃない、で結局そういう締まりになるじゃん、じゃあ結局そうなんだよ、そうなん、結局そう、そういう、だから結局だんだんそう思うしかないね、もうじゃなかったとしてもこういうこういう話で絶対最終的にそうなって、そうみんなよくて、みんな悪くてみんないいだからあれだけなんだけど、え何だ、みんな悪くてみんないい、みんな違くてみんないい、そう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 、それになるからさ、でほらうちらあのぞみさんはたまたま掃除が得意だから、まあ、そこをもう頑張ってもらう、違うところは彼に頑張ってもらう、そうやってこうバランスバランスやっていくしかない、そうなんて、うん、そういうことよね、はい、ということで皆さん今日の会話いかがでしたか、なんか締めだけ締めだけ上手くなってない大丈夫あ、ポッドキャストの配信が、Apple Podcast、yes. アンカー、そう、Spotify、 Spotify、yes. はい、今のところこの3つ、そうですね、もしかしたらもうちょっとエクスパンドするかもしれない、そうだね、できればね、うん、今のところそんな感じで、あ、そう、お悩み相談も受け付けたいんじゃない、そうなんですよ、お悩み相談いいよね、え、そう、なんかちょっとした質問っていうよりもなんかこう聞いてくれよみたいなやつ、そう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 、ちょっと聞いてくれよ、ちょっと聞いてくれよ、それは私たちがこうやってこうやって肩をこうやって分かる分かる、そういうのなんか友達の肩をポンポンしたけど、元彼がかっこいいなと思っちゃってどうしたらいいですかこんなん全然ベイビー、こんなん全然ベイビー、いやうん、いけるいける、ドロドロ系はあまり、あ、まあ、聞くけどね、全然聞くよ、ね、で私たちにできるのはこうやって肩をこうやってポンポンしたり、そう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 、そういうこともあるって、そう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 ね、そういう感じ、恋愛じゃなくてもいいよね、あ、何でもいい、うん、シュートメガとか、ああいいじゃん、あいいじゃん、それがザ・ラジオな感じじゃないですか、ああいいね、じゃそういうのをなんかこうパートにこうさ、なんていうの、こうラジオの一部に組み込みたいから、どこに募集する、私たちの G メールもしくは、まあ、私でもいいしカオちゃんでもいいし、まあ、インスタグラムの DM とかでもいいしね、うん、
はい、そこにねぜひ送っていただければと思います。お願いします。はい、Gmail は概要欄のところに。そうですね、よなよなネイバーズクラブドットアットJD が気になって仕方ねえな。JD がさ、カメラの真横にいるからさ、JD 押すんじゃないかなと思うんだけど、そうです、よなよなネイバーズクラブアット gmail.com ですね、はいはい、概要欄のところに載せておくので、ぜひぜひお気軽に、お気軽に、そうです、相談コーナー楽しく、楽しくなりそうだよね。匿名でもいいしね、全然。うん、そしたらその話をうちの友達しててさ、俺いっぱいあるよとか言うわけ。何が相談が人生相談だからみんなから来なかったら、私はボリス氏の相談に乗ることになるからですよね。うちの妻がうるさいです、靴下を拾われて。それでさ多分さ、そういう感じで やろうとしてないやつ。ああ、なるほどね、愚痴をね、私の愚痴を言いたいんだと思う。今日は機嫌が悪かったので、どうすればいいですか。一日中キャリーしてました、こんな夢どうしたらいいですか。そんなこと言われたってって感じじゃない。ちゃんと来て八つ当たりしてくれてさ、肩ポンポンできねえよ。やだ。はい、それではまた来週。Yes. はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ちょっと待って今日大丈夫かな、今回大丈夫かな。うん。なんでさ、演歌ってあんなに暗いんだろうね、話がね。涙濡れて、こじゃねえ、こじゃねえよ。涙濡れて、こえよ。あ。まだ全然だけ、さすが。ねこれ可愛いね。ありがとうね。私この前さ、このダブルウォールのさ、グラスさ、割っちゃってさ、落として。汚ね、見たこれ、今のやつ。ゾンって出て。汚ね。それ、言うから汚くなっちゃう。それ言わなきゃ分かんなかったわ、今。今さ、ティーのさ、この、引っ掛けるとか、あれ全部中入ってる。